皆さんこんにちは。インスパイアの方です。今日もユーストリームを使いましてネットビジネスに関する情報を生中継で15分間お届けしまいます。今日もよろしくお願いします。はい、今日はですね、12月2日になりましたということでですね、まあ恒例ですが、12月以降に行う講演セミナーなどを、一気にですね紹介していきたいと思います。では早速ですが、こちらからご覧ください。はい、まずは12月1日、まあこれ昨日ですが、もう終わりましたが、宮城県の大河原町商工会でリピート対策セミナーを、行ってきました。そして今日ですね、今日は12月2日ということで、これから移動しましてですね、石川県の白山商工会議所の方で、まあスマホ集客、スマホ販促というテーマで、お話をいたします。最近なんかね、ちょっとまたこのテーマが多いんですけど、まあいわゆる SNS の活用ということだけではなくって、まあスマートフォンを使ったっていうちょっと切り口が変わってるとこが、まあ人気なのかもしれないですね。まあ個人的にはですね、これ、例えば Facebook とか Twitter とか YouTube とか Instagram とか LINE アットとかについて話をするんですが、まあ、本当はね、一個一個で読んでいただきたい内容なんですが、まあ今日はですね、3時間ありますからね、結構ゆっくり話せるんじゃないかなと思いますので、楽しみですね。はい、では続いていきますが、こちらです。12月3日になりますが、飛びましてですね、初めて沖縄の方で行います。今回はインスタグラムと LINE アット、インスタグラムによる集客と LINE アットによるリピートという2つのね、大きいテーマで行うんですけど、初めて沖縄に来ますし、これからまあ飛行機に乗っていくわけなんですけど、ちょっと楽しみですね。天気がね、ちょっとあんまり良くないんですけど、楽しみですね。まあ暖かいですからね、行きたいと思っています。はい、そしてですね、続いて4日は日曜日で4日沖縄なんですが、5日ですね、名古屋の方に移動しまして、いつもお世話になっていますタスクールさんの方で集客セミナーっていうのを行います。これまだまだね、募集していますが、集客っていう切り口で考えたときに、まあいろんなね集客方法があるんだよっていうことを、知る上で非常に面白い内容になっています。いろんな業界のいろんな集客法を、一気に紹介するテーマになってますので、よかったらですね、まだ間に合います。12月5日月曜日ですね、19時半から22時ということで、お越しいただければと思います。はい、そして翌日6日になりますと、また移動しまして火曜日ということで、長岡造形大学の方で情報リテラシー論の、今回は11回目になりますかね、苦戦する紙媒体と電子書籍というテーマでお話をいたします。そして、翌日12月7日は静岡県の島田商工会議所の方で、集客セミナーということで行います。今回2時間バージョンですね、行います。そして、翌日8日ですね、今度は埼玉県の越谷商工会議所の方で、スマホ集客ですね。まあこれいわゆる同じですね。ソーシャルメディアと動画の活用でということで、お話をさせていただきます。そして9日なんですが、今度は福島の方に行きまして、福島法人会さんの方でインスタグラム集客と LINE アットリピートというですね、テーマでお話をさせていただきます。ということで、毎日ですね、継続的にあるわけなんですけど、まあ、ここで土日がありまして、休みがあって、月曜日ですが、これはクローズなんですけど、まあ、ソーシャルメディアの運用ということで、研修をですね、させていただきまして、火曜日は、また、火曜日ですね、長岡造形大学の方で、今回ですね、ラジオと音声技術の未来性ということで、まあ、音ですね、音声ということに関しての話をですね、させていただきたいなと思っています。そして14日なんですが、今回ちょっとこれ非常に楽しみにしているんですけど、ある業界団体のクローズドの企業研修でインスタグラム活用ということについてお話するんですが、まあ業界のね、その集客っていうことなので、まあクローズですから、結構ね、今までは話せないようなことも話せるんじゃないかなと思ってますので、非常に楽しみにしています。はい。そして翌日はですね、山口の方に飛びますね。飛びまして、豊富商工会議所の方で、スマホ集客と、販促セミナーっていうのを行います。ちなみにこれ山口の1時半にですね、ここ移動できないので、
前日の12月14日のこの研修が終わって、まあ6時ですね、6時以降に、移動できるだけ西側の方に移動しまして、そして15日を迎えたいと思っているんですけど、ちょっと大変な一日になりそうですね。で、山口で講演がありまして、金曜日ですね。金曜日がここで久しぶりに空きです。まあ、仕事はもちろん入ってるんですけど、講演の仕事が初めて空きまして、いよいよ年末になってきたなってことなんですが、今度月曜日はですね、その穴を埋めるようにダブルヘッダーで、19日の、午前中に SNS の運用ということで企業研修がありまして、夕方は、今回ですね、いつもやっているネットベース研究会が開かれます。で、今回ですね、ちょっと新しい試みなんですけど、また新テーマです。最先端のビジュアルマーケティング反則セミナーっていうふうに名乗りましたが、まあ、今話題のですね、まあ、ポケモン GO に代表される AR っていうものとか、あと VR ですね。そして360度パノラマ写真とかライブ配信とか、まあ、いわゆるその自分たちの何かものを表現する方法として、単純に写真とか動画っていうだけではなくて、表現方法が非常にですね、多彩になってきてるんですよね。で、その多彩になっている表現方法を今回伝えたいということで、例えばですね、バイン動画とか、例えばループ動画とか、短い動画とかですね、こういったものが出てきていますよね。まあ、バイン動画はちょっと終了するかもしれませんが、まあ、このような短い動画を使った、表現方法なんかについて、まず話したいし、そして、360度パノラマ写真ですね、これも簡単にカメラで撮れるようになりましたので、そのようなパノラマっていうような切り口で表現する方法なんかについてもお話ししたいと思ってますし、スマホ縦動画ですね、スマートフォンは縦で使うので、縦の動画っていうものも、注目されていますよね。そしてですね、ライブ配信ですね。まあ、いわゆるライブ配信って言ったら今まではユーストリームって言われてたものが、なんかツイキャスが出てきて、ニコ生が出てきて、そしてですね、まあ、アメーブフレッシュも出てきて、そしてまあ、ツイッターやフェイスブックじゃ、インスタグラムや LINE や全部ね、ライブ配信できるようになっちゃったんですよね。だからその、それぞれの SNS を使ったライブ配信の仕方とかですね、こういうことについてもお話ししたいと思っています。あとは、まあ、スナップチャットに代表される、まあ、消える動画とかね、あとは、まあ、マスカレードですね、MS、マスカレードですね、に代表されるような、例えば、あと、スノーとかですね、LINE ライブもそうですね、いわゆる加工する動画ですね、なんかその、耳をつける、こういうふうにね、うさぎみたいに耳をつけたりとか、顔を隠してやるとかね、こういうような動画っていうのも多くなってきたので、その辺についてもお話ししたいと思ってますし、そして、なんといっても VR ですね。まあ、VR って言うと、まあ、3D ですね。二次元ではなくて、三次元のように見える動画を使った反則とかね、表現ということについても、お話しできればと思っています。12月19日月曜日になっています。はい。続いてですね、20日は火曜日ということで、年内最後の、まあ、造形大学の授業で、画像認識の技術と流出問題ということで、お話をいたします。そして21日、群馬県の桐生商工会所の方で、100業界から学ぶリアル&ネット集客100事例ということで、お話をさせていただきます。これでまあ一応1年間ね、終わりという形になるんですが、あとは、27日に研修をして、終わりということですね。で、年明けましたらですね、ちょっとだいぶ新しいものが入ってきていますので、合わせて紹介していきますが、まあ、火曜日1月10日講演スタートですね、セキュリティとクラウド化ということで1月10日の始まりまして、16日から本格的に始まる感じでしょうかね。茨城県の、桜川市商工会の方で、SNS 動画活用ということで、お話をさせていただきます。で、火曜日ですね、デマや詐欺と進化する技術ということで、火曜日、講演がありまして、今度18日ですね、多度津商工会所、香川県の方に来まして、SNS 動画活用ということでお話をします。この日がちょっとまたタイトで、多度津が終わったら、これ夜のうちに移動して、山口の、新山口まで移動しなきゃいけないんですよね。ということで、19日は山口県の萩です。萩商工会議所の方で、講演をさせていただきまして、
で、20日のうちに戻ってくるんですかね。20日のうちに戻ってきまして、その日20日も何か仕事あった気がしますけど、そして23月曜日、これ久しぶりに秋ですね。23秋で24日が定期試験ということで、造形大学のテストがあります。そして終わった翌日ですね、山梨県の昭和町商工会堂に来まして、IoT セミナーということでお話をします。で、25IoT が終わったと26、今度佐世保に行きましてですね、リピーター作りの仕組みということで、講演をさせていただきます。はい、そして26から27ですね、今度、こちらですね、これリンクまだ直ってなかったな、ブゼンって読むんですね、商工会所の方で SNS 活用ということでお話をして、そして1月31日ですが、長野市商工会ですね、の方で、リピート対策ということでお話をさせていただきます。で、1月もですね、講演三昧なんですが、2月に入りますが、これね、一つ大きい山なんですけど、2月3日、こちらね、浦河商工会所って北海道のね、まあ、襟裳岬の方にあるんですけど、これ2月の2日ですからね、本当に、天候が心配でしょうがないですけど、一応まあ前泊、後泊ということで、少し余裕持ってね、移動するにはなってるんですけど、まあ、浦河商工会所に行きますと。そして帰ってきて2月6日、飯能商工会所、埼玉県の方で、IoT セミナーということでお話をさせていただきます。そして2月8日も IoT ということで、IoT ね、まだまだね、来年、今年一応注目されましたけど、まあ、IoT ね、来年も多いんじゃないかなと思います。そしてまだこれ、細かに言って決まってないんですが、小山商工会、小山町商工会、静岡の方ですね。これは栃木かと思ったら静岡でしたね。静岡の方の小山町商工会の方で集客セミナーがありまして、2月13日、石川県の加賀商工会所で集客セミナー。そして2月14日、鈴商工会議所、また石川ですね、レンちゃんですが、インスタグラム&新規客獲得、LINE アットリピートですね、ということでお話をします。この2月の2週目ぐらいからちょっと空いています。で、3月の1日ですね、氷見商工会議所の方に行きまして、講演の予定が入っています。ということで、まあ、2月の2週目ぐらいまでね、講演の予定がほぼ埋まってる感じになってるんですが、この後はね、空いていますので、ぜひ皆さん呼んでいただければと思いますし、まあ、ちょっとこの辺からね、なかなかもう、商工会さんの講演が、まあ、年度末になって少なくなってきますので、ちょっとね、自社主催のセミナーとか、まあ、コンテンツとかね、映像撮影とかね、この辺もやっていきたいなというふうに思っています。一応こちらですね、前回予定していた2016年にできる予定ということで、実現できたのが2つあって、1つがレスポンスデバイスの改善&最適化セミナーの教材化がまだできてないということで、これもやりたいなと思っています。そして集客はできましたので、スマホ対応、売れるキーワード発掘を、これもね、本当やりたいテーマなんですけど、なかなかできてないので、これも、まあ、来年の、まあ、2月、3月ぐらい、4月ぐらいですかね、の間に、実現したいなというふうに思っています。はい、ということでですね、なんとか年内にですね、47都道府県ということが制覇できましたが、次に掲げた目標の、全国の、県庁所在地での講演というのが、なかなかですね、日程の空きがなくて実現できなかったので、まあ、この2月3月の時に、その県庁所在地での、実現というのもちょっとね、自社主催でできたらいいなと思っています。これでちょっと全国回るのもいいかなと思ってますので、よろしくお願いします。ということで、12月、1月とですね、2月という形で、また講演で全国回らせていただきますので、よろしくお願いします。とりあえずは、近々ではありますが、名古屋の集客セミナーが、結構ですね、新しいネタ満載でやりますので、間に合う方はね、名古屋の方の、セミナー来ていただくといいかなと思っています。はい、ということでですね、12月これで終わりになります。年内ね、何回公演できたかね、ちょっとこれそろそろ数えるのが楽しみになってきましたが、もうちょっと我慢してですね、今コンテンツ作りに励むかなと思っていますが、また発表しますね。
はい、今日は12月以降の講演セミナー予定を紹介しました。インスパイアの北橋さん、ありがとうございました。バイバイ。